皆さんこんにちは、未来です。久しぶりにね、 Vlog を撮るんですけど、今日はですね、台風が過ぎ去ってまさかの超晴れてるんだけど、幼稚園が休みになったんですね。もうそのままお盆休み突入しちゃって、ちょっと仕事もしたいし、だけどひーも遊びに行かせないとだしっていう感じの、今日一日の Vlog をやっていきたいと思います。気になる方は最後までご覧ください。それではどうぞ。気づきましたか？気づかないとは思うんですけど、口角をちょっと上げてみた。メイクでどう？良くない？超ナチュラルじゃない？あの眉毛描くさ、ペンあるじゃん、眉のペンシルで少しだけシュッシュッシュってやってリップをしたら、めちゃめちゃいい感じに、ね、いい感じだよね。バレないのよ。結構近くで見ても、あ、近くで見たらバレるな。そう、いい感じに描けたので大満足しております。ということでですね、今11時なんですけど、まあ、洗濯物も終わり、まあ、ある程度ね、最低限の家事はしたと。なので今からリボン館っていう、無料で1時間半かな、今の時期は遊べるっていう遊び場みたいなのがあるので、今日はそこに行きたいと思います。ということでゴーゴー。頑張って。立ったら。ハログリーンスムージーを頼んだのと、ベーコンスパイシー、スパイシーベーコンポテトパイ。キーはハッピーセットだよ。どうだろう、美味しいかな、これ。これね、マンゴーがすごい美味しいんだよ。グリーンは初めて。うん、あ、美味しい。飲みやすい。うん。野菜。おいしい。お、あ、辛そうじゃない？え、バーベキューソースでしょ？辛くないよ、バーベキューソース。辛い？まだ辛い。何が辛いんだろう。食べた。もっと。辛い？辛くないね。おいしい。うん、おいしい。あ、この中のソースはちょっとピリ辛なんだ。おいしい。なんか雨予定だと思ったらめっちゃ楽しい。ほら、テントいいな。バイバイ。バイバイ。ヒーちゃんでした。いいよ、ヒーちゃんです。ほら、おー、届かん。あ、赤いの。どこ？はい、お家に帰ってきました。2時半ぐらいなんですけど、今からお仕事をしていきたいと思います。ヒーちゃんはというと、今ね、はい、部屋汚いけどこんな感じでテレビ、 YouTube を見ております。ひーちゃんが一人遊びしている間にちゃっちゃかちゃっちゃかと仕事を済ませていきたいっていう感じです。で、5時ぐらいになったらベンを迎えに行く、そういったスケジュールでやっていきたいと思います。ちなみに今日はワンオペです。まさきはいないです。明日祝日なんだけどさ、まさきがなんと仕事なので、明日も一人でワンオペ、つらみー。仕事をやっていきたいと思います。もう動画をね、全然回せてなくて、本当に久々の動画になってしまうかもしれないんですけど、申し訳ないっていう感じで頑張らせていただきます。ゴーゴー。
ゼンくんが帰ってきました。飲んでるんだよね。おいしい？おいしい？最近はめちゃめちゃ甘えん坊で、本当にすごい手がかかります。この人、この人手がかかります。はい、そう、はい、ということ。ほら、見て見て見て。お？あ、あ、うん。はい、ということで、今から簡単にもう余り物が結構あるので、それを盛り付けた夜ご飯をしていこうかなと思います。現在の時刻は18時でございます。はい、ここでね、今日はね、ご飯炊くだけなので、我が家のリビングが少しだけ変わったんですよね。インスタでは紹介ちょっとしたんですけど、 YouTube では紹介しなかったので、ちょこっと紹介していこうかなと思います。はい、ただいま2人はひーちゃんはテレビで YouTube をしていて、ぜんくんはひーのタブレットで YouTube をしているという感じです。この時間唯一おとなしい感じかな。おとなしくなかった。壊れた。うるさい。はい、こんな感じで台風明けなので、外に出していたプールは今ちょっと避難させているんですけれども、こんな感じでお部屋がすごくすっきりしました。じゃらーん。全体的な感じはこんな感じで、ちょっと手ぶれ申し訳ないんですけど、そう、おもちゃをね全部2階にやったの。だいぶ片付けが楽になりました。これめちゃめちゃね、家事の時短だなっていう感じです。上にねやったんですけど、上はまだ荒れているので、荒れたい放題しておりますので、またお片付け動画なんかもできたらいいかなっていう感じなんですけど、めっちゃテカってるんですが、やばいやばいやばい、テカりすぎている。まあいっか、夕方だし、あと風呂入るだけなんで。はい、そんな感じでちょっと紹介します。いつもの感じ、これは鉄棒ですね。部屋干しするときは鉄棒に洋服がかかっております。で、ロボット掃除機でしょ。そしてこの棚をね、ホームセンターで買いました。こんな感じでちょっと透けてはいるんですが、可愛いよね。本当はさ、この上なんかに観葉植物とかちょっとしたのね置きたいけど、まだ全がちっちゃいので置くことはできず、もうちょい待ちでございます。この上にはですね、プレステゲームが入ってます。あとこの中にさっきジェンが使っていたタブレットとか、そういったのが入っています。そしてこの下にはですね、じゃらーん、おむつが映えない感じで入っております。はい、これでいいんですよ。これだけでかなりすっきりしました。普段ね、この2つはないんですけど、台風のため避難しているっていう感じですね。明日プールやるよ。で、これね、ヒーのローラースケート、バーバにね誕生日にもらったんだけど、マジで結構マスターしてきて最近乗れてる。明日プールします。はい、それでは早速やっていこうと思うんですが、本当に今日はまさきもいないし、超超手抜きなので。で、タコライスといえば目玉焼きだと思うんですけど、あんまりうちの子たち食べないので、ゆで卵にします。これで10分レンチンすれば出来上がるわけです。よっしゃ。そう、あと10分後にはご飯ができます。そう、前に作っていたタコミートの作り置きがそろそろやばいかなって感じなんで、今日これを食べ尽くしたいと思います。で、ご飯の上にのせるレタス、これを食べやすいように角切りしていく。角切りっていうのかな、1センチ角とかどっかその辺ぐらいに切って、スプーンで食べやすいようにしておきます。で、アボカドも使いかけがあって、ちょっと色が表面は悪いんだけれども、これを使います。で、アボカドは子供たちはあんまり食べないので、私だけ。このアボカドなんか皮むきにくいんだよね。別にね、早いとかじゃないんだよ。硬いとかじゃなくて、もう味は普通に美味しいんだけど、なんかむきにくいんだよな。
はなんでですか？そういうのもアボカドってさ、こう見分けるの難しいよね。なので切ります。はい、そして幼稚園で育てているミニトマトがあるので、こちらを使いたいと思います。もらいました、幼稚園から。ありがとう。最近さ、野菜高くないんですか？高いよね。なんか夏って野菜安いイメージなんだけど、なんかどうやら梅雨が今年は長かったから野菜が高いらしいよ。桃もさ、今年あんまり美味しくないよねって思った。なんかスーパーでさ、桃さ買ったりするけど、甘いのあんまり当たらない。なんか渋みが。そんな感じで、よし、まあ、これは洗ってあります。このミニトマト、サラダ屋さんでね、お手伝いを始めてからめちゃめちゃ野菜食べるようになった。めっちゃいいこと。私なんかね、主婦のね方々がいるんだけどね、超仲良しなんだけど、いろいろ教えてくれるからめっちゃいい。ありがたいわ、本当に。あとは卵を待ちたいと思います。はい、ゼン君は家に帰ってきてお着替えをしました。イエーイ、ね、イエーイ。最近ね、最近ね、自分が決めたお洋服じゃないと着てくれなくなって、すごいかなりこだわり強めなボーイになってしまいました。さよなら。いや、行かないよ。バイバイ。お外は行きません。いや、行かない行かない。やだ、行かない。やだ、行かない。ジェン君、もうすぐね、ご飯だよ。ん？もうすぐご飯。もう。ママ履かないよ。ママは外行かないもん。やだやだ。バツーブップだよ。やだ、ブップブップ。やだ。ママダーネ、お外行かない。もう暗いよ。鬼さん来るよ。鬼来るよ。だって鬼来る。無理無理。ママご飯作るから。分かった。あ、バイバイ。やだ、お外行かない。今日のご飯はこんな感じで、めちゃめちゃ適当です。これが私ので、ゼン、しーちゃんです。アボカドを2人は食べるので、コーンを代わりに入れました。ダメよ、ダメダメダメ。ご飯食べよって。Trying to play games with your girl.